皆さんこんばんは。みなぴょんでーす。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。すごい星がいっぱい飛んできてる。ありがとうございます。卒婚。おめでとう。ありがとうございます。嬉しい。と感謝です。卒婚。卒業コンサートをね、本当に嬉しい。もうちょっとたくさんの方が集まってからね、いろいろお話ししようかな。卒婚って卒業公演って意味？違いますよ。卒婚は卒業コンサートです。本当に卒業撤回する気ないの？いや、さすがにもう やばいでしょ。今撤回したら卒業しますよ。今日の公演見てたよ。お、ありがとうございます。嬉しすぎてやばい。やるのもね、嬉しすぎてやばい。本当に、うん、卒業してからも会いに行くよ。ありがとう。一度握手会行ってみたかった。いやーね、本当に。でももう全部握手会売り切れさせてもらってるので。卒婚来てよ。卒婚劇場でその発表聞けて泣けた。あ、じゃあ今日公演来てくださってたんですね。ね、卒婚本当に感謝ですよね。昨日の人狼も見たよ。お、昨日は YNN さんで人狼配信だったんですけど、めっちゃ楽しかった。こんな美人だと知らなかった。嬉しい。ありがとうございます。じゃあ1000人になったら、1000人になったら、見てくださってる方がね、1000人になったら、なんかね、詳しく卒婚のお話でもしましょうかね。すごい、めっちゃなんか早いですね。今日見に来てくださってる方多い。ありがとうございます。嬉しいな、本当に。飛んできた。ありがとうございます。長年に込まれた回がね、本当にありましたよ。よう頑張ったね。ありがとう。卒業するまでにまたショールームしてほしい。しますよ、ショールーム。もちろんさせていただきますよ。ソロじゃないですよ。みんなで出ますよ、卒業コンサートは。嬉しいね、メンバーみんな出てくれるから。レナピョン握手会めちゃめちゃ楽しい。ありがとう。セトリね、今ねめっちゃ考えてますよ。卒婚嬉しくてリアルに泣いた。マジで？ありがとう。かまいたちの山内さんと結婚してほしい。山内さんもう結婚してますからね。子供もいるし。いや、まず結婚しないでしょ、山内さんと。
スペシャルゲストさやね。さやね。猫背。嬉しい報告は卒コン？あ、そうですね。前あのモバメでめっちゃ嬉しいことがあったって早く報告したいってメール取ってくださってる方はね、あのメール読んで何やろうってずっと思っててもらえてたと思うんですけど、卒コンのことでした。そう、卒コンのこと、そのことであのメールしてた。最高丼すぎ、最高うどん、ありがとう。今日のリップいつもと一緒なロレアルパリのリップです。今日は公園メイクなのでメイク濃いめ、濃いめです。レナの昔のお宅にも言うな。ありがとう。卒婚女性専用エリアありますかね。どうやろう、まだレナもそこまであの詳しくまだ聞いてなくてわかんないんですけど、いつもはありますよね。どうなんやろ。でもあった方がいいよね絶対。卒業したら髪の毛変えますか。いや、当分の間は変えないと思う。ずっと基本こんな感じなんで。スタンディングだからなさそう。あるのかな。そっか、ゼップなんべもんな。どうなんやろ。また多分いろいろ詳細はホームページの方に載ると思うのでそちら見てください。あ、1000人超えたし、9時もね、まあ、9時からショールームするって言っててちょっとフライングしてたので、あ、クインテッドの時ゼップでスタンディングやったけど女性専用エリアあった。あ、本当ですか。あ、じゃあクインテッドであったってことは多分卒コンでもあるので女性専用エリア多分あると思います。まだわかんないけど、でもクインテッドの時あったならね、会場一緒やしあるかもしれない。はい、ということで改めて今回10月25日にゼップナンバーにて川上玲奈卒業コンサートが決定しました。本当に本当にもう感謝してます。皆さんありがとうございます。改めてね、本当に嬉しい、嬉しいです。卒業コンサートをこうさせていただくっていうお話を聞いたのがちょうど2週間前ぐらいかな、まあ、1週間前ぐらい、2週間前ぐらい、2週間前ぐらいにマネージャーさんからこう連絡が来て、今回卒業コンサート決定しましたって言われて、私もうほんまにびっくりして、えみたいな、え、卒コンしてくれんのみたいな。なんか今までこうさやねとかけいちゃんとかと卒コン見るとか、見るじゃないわ、ふうことか、あと誰だっけな、レイニャンとかみよりんとか、いろんなメンバーのこう卒業コンサートに自分自身が出てて、あ、自分も NMB を卒業するときに、あ、こんな風になんかライブしたいなってすごい思ってたんですね。で、自分がいざ卒業発表してなんか心の底ではなんかあんまりこう、口には出せなかったんですけど、でも本当になんかできるって知った時はリアルに泣きました。嬉しすぎて、本当に、いや本当にみんながみんな卒業コンサートできるわけじゃないし、なんかこういろんな思いを背負って卒業コンサート絶対楽しくて、レナ推しだけじゃなくてみんないろんなメンバーもこう楽しいって思ってもらえるライブに絶対したいなって本当に思います。長年の努力に対する、あ、読めなかった、やればできる子、いや本当になんかこう卒業コンサートをさせていただける場所を用意してくれたこう事務所の皆さんにも感謝ですし、今日公演で発表したんですけど、お見送り会の時にめっちゃみんな行くよって、レナ君行くよって、絶対応募するねって言ってくれる方が本当たくさんいて、あ、もう本当に感謝だなってすごい思いました。
レナピョン押しててよかったよ、ありがとうございます。愛されうどんね、本当にもうなんか今までさ、レナのことずっと応援してくださってる方はまあわかると思うんですけど、あんまりさ皆さんにいい報告ができてできなかった方じゃないですか。他のメンバーに比べたら結構しんどい思いを皆さんにもさせちゃってたりしてたと思うんですけど、でも本当になんか、うん、今こうやって考えたら最後にこう皆さんに最高の、まあ自分で言うのもあれですけど卒婚っていう形で最高のプレゼントをなんか皆さんにできてすごいほんまに良かったなって思います。うん、いやなんかほんまに幸せだなって思う。まあ平日金曜日やから平日やから、しかももう1ヶ月もない中で発表も遅くなっちゃって本当に申し訳ないなと思うしね、皆さんもねお仕事とかね学校とかいっぱいあると思うからね、でもそれでも最後のお願いって感じで本当に来てほしいなって思います。うん、有給使うね、ほんまにみんな有給できてでも着実に登っていったねアイドル人生。いや本当になんか山あり谷ありの NMB 人生だったけど、でもこんなに山あり谷ありを経験できたってことが今思えばすごいもう感謝でいっぱいです。本当に、うん、仕事よりルナピョンマジで嬉しい、仕事秒で終わらせていくよ、ありがとう、本当によく頑張ったね、ありがとう。卒婚のグッズも楽しみやね、確かにどんなグッズ出るんやろ、まだ全然ね決まってないんですよ、決めてなくて。何がいいとかありますか、逆にせっかくだからここで聞こう、卒婚のグッズどういうのがいいとかありますか。なんやるな、うちわとか、やっぱうちわいいですよね。うどん関係、うどんグッズ、うどんのスマホリングめっちゃ可愛くない、うどんスマホリング、あ、うどんのスマホリングとかよくない、うどんの形のスマホリング、おなんかちょっとなんかねいいですね。アクキー、アクキー、あーあれか、キーホルダー、スマホカバー、ポーチ、うどんのペンライト、 iPhone ケース、スマホケースとかいいですよね。でもね、ペンライト、魔法のステッキ、あーうどんのクリアファイル、まあ、クリアファイルとかはね絶対あったらいいですよね。たまたまうどんくんのサイリウムやばそれいやでも本当になんかセットリストも今考えてて、なんとなくザラーっと一応考えたセットリストはもう自分の頭の中にあるんですけど、こっからどんどんもっと練って楽しいライブ作りたいなって思ってるので、皆さんちょっとどうなる、皆さん的にさ絶対歌ってほしい曲とかありますか。会場は、ZEP ナンバです。 ZEP ナンバ10月25日に ZEP ナンバで開催されます。ワルキー、ワルピョン、卒業旅行、猫背とワルキー、猫背、ワルピョン、決勝、そばかすのキス、今ならば、ワルピョン、ジッパー、やっぱ猫背と、猫背はね、まあそうですよね。太宰治はこの前やりましたよ。天国野郎、天神姫、三日月、友達、ジッパー、卒業旅行、ショートカットの夏。ショートカットじゃない、レナね、まあこれは、ショートカットの夏はめっちゃすごい好きな曲やから歌いたかったんですけど、セットリストにちょっと入れようかなって思ったんですよ。でもショートカットじゃないなと思ってやめました僕泣き、まあ、僕泣きね、ハートの独占権、 With My Soul、 懐かしい、 With My Soul ここで、懐かしいですね。初チーム M 曲、虹の作り方、
生糸手帳。隣のトトロ意味わからへんやん。なめくじハート。コンサートってどこでやるんですか？コンサートはゼップナンバーでさせていただきます。途中下車、途中下車して帰ろうか。リセット。じゃんちゃ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 。ピークいいよね。ピークピーク。友達。は。ハートの独占権。おニューの上履き。ワルキー。ワルキー人気ですね。逆転王子様。いいね。隣のバナナ。ワルピョンコールしたい。え、もしワルキーするならワルピョンかワルうどんどっちがいいかな。ねえ、これね、レナもちょっとね考えてたんですよ。ワルピョンかワルうどんかどっちがいいかなと。ワルうどんロゴ悪い？でもさ、おねだりするのワルうどんちゃちゃでもよくない？ワルどん、ワルどん、ワルうどん、ワルピョン。あ、でもみんながコールするときにさ、ワルピョンって言えんのか。ワルピョン。まあまだするかわかんないんですけどね。もしするならどっちがいいかなと思って。やっぱワルピョンやな。ワルの一択。レナピョンセンターの僕泣き。おお。すべてを失ってもリスタ。シークレットタイム。じゃん。夢のデッドボディ。初めての星いいですよね。本当に。私初めての星めっちゃ好きなんですよ。虫のバラードいいですよね。三日月の背中好き。夢逃げ。いや本当にね、ちょっとセットリストどうしようかなと思って。毒蜘蛛懐かしい。タイムマシンなんていらない。過去も未来も興味ない。いつだってあなたといられた。めっちゃ声枯れてる。今日公演でさ、いっぱい歌ったからめっちゃ声枯れた。ゼップナンバーでやりますよ。セットリは自由に決めれるの？まあ、自由にってわけじゃないですけど、でもなんとなくやっぱりレナの思いのこもった曲を1曲ずつ選んで、こう事務所の方と相談してなんかね決めようかなって思います。ゼップナンバーだからスタンディングだと思います。どこでやるかもう一回言って。ゼップナンバーです。ゼップナンバーで10月25日にさせていただきます。メンバーはうどん選抜？いや、みんなで出ますよ。みんな出てくれます。あ、でもお仕事で出られないメンバーもいるんですけれども、でもあのほぼ全員います。何時からですか？まだわからないんですけど、多分18時半とかいつも通りのライブの感じだと思う。大阪遠いけど頑張って当てていきたい。来てください。本当にテロップ？あ、テロップに書けばいいのか。10月25日川上れな卒業コンサート決定。あ、いいね。テロップ出しましたよ。芸能界にこれからも残ります。残りますよ。
メンバーは事前に知ってたの？知ってたメンバーもいるし、知らなかった子もいます。はい、チケット代とか詳しい詳細は多分これからネットにたくさん情報が載っていくと思うので、 NMB のオフィシャルツイッターとか、まあ、レナもすぐリツイートとかするので、レナのツイッターとか、あと NMB のオフィシャルホームページとか、そういうところを見ていただけたら、詳細すぐ出ると思うので、楽しみに、楽しみにっていうか、詳しい情報はね、待っててください。ゆりちゃんいると思います。行きたい、来て。本当に当選して、当選してほしいですよ。レナピョンの生誕 T シャツで行きます。まあ本当ですか、嬉しい。来て。規模何人やろ。ゼップやから2000とかかな、もうちょっと2500とかかな。ゼップってどれぐらいなんやろ。倍率やばそう。あ、2500です。キャパは2500ぐらいかな、ゼップナンバーなので。卒コン T シャツね、出したい。どうなんやろ。ほんと全然まだね、何もね話してないかわかんないんですよ。再燃の時は3000ぐらいだった。あ、ゼップ？あ、じゃあそれぐらいなのかな。やっぱ泣いちゃう。え、どうやろ、泣くかな。どうやろ。27日の握手会はどうなるの。27の握手会は出ます。あ、そう、そして今日は卒コンの発表以外に、10月30日が最終稼働日っていうのも発表されたのでね、あとリアルにあと1ヶ月ぴったり、あと1ヶ月だけ。 NMB 人生残り1ヶ月。生誕はね、そう、まだ未定なんですよ。やばいですよね、早く震える短いピエンね。だから握手会は最後が10月27日の大阪の握手会がラストです。はい、2513人だって、ゼップ。ね、ニコ生とかで配信してほしい。でもいつもあるし、あるんじゃないかな。言いますね、もうレナが配信絶対してくださいってうん、配信。 NMB の卒業発表してから2ヶ月3ヶ月2ヶ月、どっちだ、あったけど、あっという間でしたね。残り1ヶ月って言ってもさ、だって周年して卒婚してってやってたら、もうあっという間じゃない？いや、ほんまにあっという間すぎて、こんなになんかあっという間に過ぎていくんやっていうのをすごい実感しました。ドレスね、ドレス楽しみ、めっちゃ。卒業しても会える、卒業しても皆さんに会える機会をね作ろうと思ってるので、会えますよ。やからレナが卒業してもなんか推し見つけなとかやめてくださいね。ずっと推してくださいね、レナのこと。当たり前やん。ありがとうございます。当たり前に永遠レナピョン推し、さすが、ありがとうございます。関東でも会える、関東でも会えるように頑張る。メンバーみんな出るの？メンバーね、ほぼ全員出ます。ずっと押す、ありがとう。卒業後の活動はモデルタレントをメインに活動しようと思ってて、皆さんに参る機会を作ろうと思ってるので、いっぱいね、今までみたいに会えるかは分かんないけど、
でも皆さん楽しいことをいっぱいしたいなって思ってるから、ちょっと楽しみにしてて楽しみにしてるね。ありがとう。地上波のテレビも出れるように頑張ります。すぐ活動するの？すぐ活動しますよ、もちろん。だって嫌でしょ、みんなもすぐ会いたいやろ。絶対ミルル泣くよね。ミルはね、ほんと可愛い、もう泣き虫やから。 FC できる？できるように頑張ります。会いたい、無理、好き、ありがとう。一期生との卒業旅行ね、卒業旅行いいですよね。うーん、朝の番組とか出てくれたら元気出るなね。朝の番組ね、いいですよね。うーん、ショールーム個人配信ね、卒業してもショールームとかインスタライブとかできるかな、どうだろう。いろいろ話して、それはちょっと決めようと思ってます。来週はね、そう、周年ライブなので、10月5日はだからさ、すごいさ、あのもうカツカツなんですよ。あっという間の1ヶ月やと思うねん。だって生誕もまだしてへんやんか。生誕10月になるやんか。だから生誕10月して、10月5日周年して、10月25卒婚して、10月30日に卒業公演。やばい、大変。ツイッターそのまま続けますよ。いやでもさ、最後 NMB 人生をこうバーって駆け抜けたいなってほんまにすごい思ってるから、最後まで大忙しで行きたいな。このショールームのアカウントは変わると変わります。もちろんショールーム次ね、卒業してもするってなったら違うアカウントをね、あの作るので。10月30がラストですよ。卒婚5時間やばいわそれはね。レナも強制短かなってちょっと思ってたんですけどね、違うかった。アイドル人生忙しい日々やった。そうですね、忙しい時もあったし、もっともっと仕事したいと思う時もあったし、楽しいなって本気で思う時もあったし、あーもう苦しいって思う時もあったし、なんかこんな、なんかこんな感情をさ、いろ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 な感情にさせてくれたのは人生で NMB だけやったなってほんまに思いますね。すごい、いやなんか、あ、こんなに悔しいって思うことあるんやとか、こんな嬉しいって思うんやみたいな、なんかそういうね、なんて言うんやろ、なんかいろんな感情になりましたね。うん、それはファンも同じだよ。うん、なやっぱでも選抜に入った時とかはやっぱほんまにめっちゃ胸がギュッてなるのがめちゃくちゃ分かった、自分で。うん、一番楽しかったロケ、楽しかったロケか、一番ではないけど、一番ではないっていうのもおかしいけど、でもなんか、うん、すごい今パッて思い出した印象に残ってるロケは、あの YNN さんのロケでフランス人形になるっていうロケがあったんですけど、小顔矯正とかからなんか行ったんですよ、とか、あと可愛いロリータ服を選んできたりとか、なんか普通じゃ経験できひんかった経験をなんかさせてもらえたロケは、その YNN のロケかな。フランス人形になりたいっていうロケ覚えてる？マジ？あったあった、覚えてんねやみんな、すごい。うん、そうそう、めっちゃ大きいカラコンして、その写真ツイッターに載せて。え、もうないよ、昔の携帯も。え、覚えてんねやみんな、すごいな。アイドルになろうと思った最初のきっかけは、きっかけ、なんやろな、 AKB さんがめっちゃ好きで、まゆゆさんがめっちゃ好きだったんですよ、レナ。で、
テレビで見てて、あ、レナもこうやって可愛い衣装着て歌ったり踊ったりしたいなと思って、そうですね、 NMB のオーディションを受けました。最後に1期生で卒業旅行に行ってほしい。いやもうそれは YNN さんにも頼まなあかんな。でも連れて行ってくれそう。どうなんやろ。入った時押されてたやん。レナ押されてないですよ、全然。押されてないですよっていうのもおかしいけど。あ、寝起きドッキリもありましたね。1期生とは合ってる？卒業してた、卒業した1期生？卒業した1期生やったらもうレナ、ケイちゃんはまあ一生合ってるけど、卒業旅行どこ行きたい？いや温泉かな、温泉行きたい。ドミノのロケはねマジで印象ありますよね。レナもドミノのロケほんまに嫌やっためちゃくちゃ嫌やった、あのロケは。ドミノ、なんで川上なの？それはパパが川上さんやったからよ。今になってレナピョンの偉大さがわかる。嬉しいです。そんな偉大じゃないですよ、本当に嬉しい。ミルキーとは全然会ってない。でもよくツイッターとかインスタとかでコメントくれたりする、いいねをしてくれたり。あと1ヶ月か、 NMB1 ヶ月か、なんか早いなってめっちゃ思う。レナピョンの配信って癒しがある、ほんまに嬉しい。卒コンのタイトル決まってますか？まだ決まってない。面白いのにしよう。かの子も全然会ってないですね。まなぶくんが寂しくなる。いや、まなぶくんの収録、今日の公演でも話したんですけど、あのこの前最終のまなぶくんの収録があって、その時もう本当にもう私感動して泣きました。また詳しくはね、あの放送されると思うので告知しますね。濱家さんとの絡みが好きだったな。いやもう本当にかまいたちさん2人とも本当にいい人で優しくて、もういつもさ放送ではさ、濱家さんも山内さんもさ、すごいツンツンな感じやけど、でもいつも裏で、こんなこと言ったらあれですけど、裏でもすごいなんか優しい言葉いっぱいかけてくれるし、めっちゃかまいたちさんがいてくれたから、あれのもうすごいバラエティが楽しいと思えたし、これから卒業してもバラエティやりたいと思えたのはマジでまなぶくんとか YNN のおかげやなってほんまに思います。卒業までにしたいこと、でも今は本当に周年と卒コンをちゃんと大成功させたいなって思いますね。卒業したら写真集ね、出したいです。出したいな、出せるように頑張らないと。写真集ずっと待ってる、ありがとう。ラジコンも早く出たい。ラジコンはね本当に藤崎マーケットさんのお二人も本当にもう私友達なんじゃないかなっていうぐらい自然にいれるし、一緒にラジオでご一緒させてもらえてて本当に嬉しいなって思う。最後まで出たい。
トキピョン、トキピョン、トキピョンやばい。リカちゃんベイビーは会ってない、会いたい。うどんつるつるピカン、卒業したら恋愛でニュースに出てねどんなコメントやねん卒業してもショールームねできるように頑張る。レナピョンかわいい、ありがとう。ネイルよ決まる。ネイルはね、卒コンとかね、卒業に向けてシンプルに変えてきました。卒業までこのネイルでいきます。あと1ヶ月なので。黒髪レナピョン可愛い、ほんま？ありがとうございます。可愛すぎ、びっくりうーん、黒髪、黒髪好きやねん。昔は絶対茶髪がいいとか思ってたけど、なんか黒髪の方が落ち着くし、黒髪の方が似合ってる気がする。今までお疲れ様でした。いや、あと1ヶ月あるからまだ。最後の握手会は10月27日です。大阪の、母校へ帰れの個別握手会がラスト。27日の握手会はちょっと大人レナピョンで行こうかなって思ってます。最後の握手泣いちゃう。レナも泣くよ、もうそんなん卒業までずっとロングで行こうと思ってます、髪の毛は11月3日はもういません。最終稼働日が10月30日なのでハロウィン、ほんまやな、ハロウィンが最終稼働日だ。ハロウィン3時ってか、まあ、ほぼハロウィン。最後の日配信ね、ね、卒業公演後配信しようかな、まだわかんないですけど。10月25日で NMB の活動は終了ですか？うん、10月30日が卒業公演です。ごめん、すでに泣いてる、泣かんといて、泣かんといて、泣くよな。顎後継者、顎後継者ってやばい。芸能界にはね残るので。カーテンがすごい抜かれちゃう。なんか急に寂しくなってきた。マジ？ゼップ当たる気しない。当ててよ、頑張って。最後の握手会何話すか考えておきます。ほんまやね、考えといてな。絶対当てる、当てて。いやでも本当にね、
嬉しい。もうこんなに、なんかみんなが来てくれるって言ってくれたり、幸せ者だなってほんまに思ってる。卒業してからも会えますよ。だから会いに来てよ、みんな。レナピョンオータの同窓会、何それ、超楽しそうやん。レナも行きたい。昨日何時に寝たの。昨日は、昨日は人狼配信してたから割と遅めに寝ましたよ。だって昨日お家帰ってきたらめっちゃ遅かったもん。昨日3時半とか3時とかに寝ました。うん、今日は9時ぐらいに起きた。実は NAB の1期生で一番好きでした。ほんまに嬉しい。ありがとう、みんな。ご飯はもう食べましたよ。今日のご飯は何やったっけ。今日何食べたっけ。あれは眠たい。急に眠たくなってきた。なんか俺の急に眠たくなんねんな。涙目になった。眠眠。メンバーとプライベートでも人狼しますよ。寝ていいよ。寝るで。可愛すぎてこんな人実在してるのか疑えるレベル。やば、そんなこと言ってくれるんですか。嬉しい、ありがとう。好きなタイプ、何事にも一生懸命な人、自分の意思をしっかり持ってる人、目標に向かって頑張ってる人、なんやろ、まあそんな感じかな。あ、一緒にいて落ち着く人、話聞いてくれる人、男女問わず好きですね。高いな、理想。んでもさ、そういう人じゃないとさ、一緒にいて楽しくなくない。なんか現なんか、何かに一生懸命頑張ってる人って素敵だなって思いますよ、本当に。でもこれ別に好きなタイプって男性に向けてじゃないですからね。女も男も両方タイプ、私一緒なタイプなんで、男女問わずって感じ。あと笑顔な人が好きかな、ニコニコ笑う人。理想と現実は違いますからね。わかんないですけど。卒業しても SNS は続けます。ショールームだとうどんキャラじゃない気がする。そうですか？キャラじゃないもんだって。SNS のアカウント変えないです。ずっと一緒ですよ。このまま続けます。もう関西弁はバッチリ？でもレナ、なんかエセ関西弁って言われるけどな。何歳までに結婚したい？30歳までにしたい。したいよ、もちろん結婚はしたい。
レナピンは誰を尊敬してるの？尊敬してる人か。あんま考えたことないな、尊敬してる人は。でもすごい理想なのは七尾さんとか沢尻梨花さんとか、すごい自分はしっかり持ってるし、かっこいい女性が好きやから、かっこいい女性のことはすごい好きやし惹かれますね。強い女性が好きです。後輩の推しの後輩、推しの後輩は出口ゆいなちゃん推しです。すごい笑顔が素敵で可愛くて、公演に対する姿勢も一生懸命で、すごい、なんか頑張ってほしいなって思う人、思う子。なんか気が強い女性が多い。気強い女性。ユイナに言っておく。ユイナも知ってんで。モモネちゃんはどう思う？モモネはほんと一生懸命で、今選抜メンバーとして頑張ってて、すごいみるみる成長してて素敵だなって思います。卒業まで毎日配信。毎日はちょっとね、やっぱいろいろあるのでね、できないけど。女の子のファンってどう思いますか？いや本当に握手会とかですごい思うけど、女の子のファンってもう本当にもうなんかみんな友達みたいな感じで、すごいなんか、めっちゃ楽しいですよ。本当にもう嬉しいし、なんか女性限定イベントとか本当にやりたいなって思ってるから、女の子の友達周り全員集めてみんなでレナとか会いに来てほしいなってほんまに思う。やから女の子よろしくね、待ってますよ。年上の女性のファンはいてますか？もちろんいます、います。お姉さんって感じ、お姉ちゃんって感じ。女子会したい。男性組が嫉妬しちゃうよ。嫉妬しちゃう？じゃあ焼き餅いっぱい焼いてください。僕が女の子の格好して会いに行ったら喜んでくれますか？喜ぶっていうか、似合ってたら似合ってるっていう。女の子から憧れって言われたらすごい嬉しいし、レナももっと綺麗になって可愛くなってみんなの憧れになれるように頑張ろうって思いますね。どのファッションが好きですか？男性ですか、女性ですか？女性で好きな格好はタイトな服とかスタイリッシュな格好が似合う女性が好きですね。男性だったら、なんやろな、でもなんか尖った靴とか履く人はあんま好きじゃないかも。どういうのがいいかな。シンプルな服着てる人が好きかも。生まれ変わったレナペになりたい。嬉しい。スタイリッシュってどんな感じ？スタイリッシュ、なんかガチャガチャしてない感じ、パッと見える、なんかパッとしてる感じの人が好きかも。チャラい男は嫌？それは外見的な話ですか、内面的な話ですか？内面的にチャラい人は好きじゃない。みんな好きじゃなくない？でも友達にいたら楽しいんやろうけど、なんか盛り上げ役とかで。なんて言われるのが一番好き？でも可愛いとか言われるの、可愛いって言われたらレナすごい嬉しい。みんな握手会でいっぱい可愛いって言ってくれるやん。喜んでんねん実は。なんか知ってるしとか言うんですよ、言ってるけど、でもなんか可愛いって言われたら嬉しいって。もう慣れてるやろ。でもね、慣れてるとかじゃない、別に慣れとかない、
可愛いって言われれば言われるほど嬉しくなる。可愛いと綺麗ならどっち？可愛いって言われる方が嬉しい。可愛い顔交換してほしい。大変やで、レナの顔と交換したら。朝むくんでる時顔パンパンやし、なんかすぐ目バチコとかできて目も腫れるし、大変ですよ。こう目悪いから毎朝コンタクトつけなあかんし。それでもいいの？料理はできます、できますってなんか言うのもあれやけど、料理しますよ。料理普通に。好きな服のブランドは、スナイデル、フレアイリー、ミラオーエン、エモダ、スライ、マウジー、スチューディオス、あとどこが好きかな。よく買うのはその辺かな。ネットで服買うこともあるし、リリー・ブラウンは最近あんま着ないかな。どこに買いに行くの？いろいろ。でも最近やっぱネットが多いかも。ネットの方がね楽なんですよ。靴は R&E の靴が一番好きです。R&E のあの新作のブーツがめっちゃ可愛くて今買うか迷ってるんですよ。新作のブーツ、黒スウェード、なんかそうすごい可愛くて迷ってる、迷い中です。ムルー、ムルーはもうよく着るかな。迷ってるなら買おう。どうしようかなって感じ。スニーカー好きですよ。スニーカーも履きやすいから好き。フィラの靴とかすごいごつくて可愛い。レナピョの誕生日プレゼント買い忘れてるわ。ちょっとレナピョン髪の毛のケア、髪の毛のケアしてますよ。でもエクステやからね、やっぱ地毛よりもちゃんとケアしないと。古着は着ないんです。古着は着ないんです。私古着はねあんま着ない。着物似合いそう。あ、でも着物すごい好きです、レナ。卒業後の事務所の、そうですね。カーテンね、あの窓開けてるから風がすごい吹いて、涼しい。でもめっちゃ髪の毛のケアは洗い流さないトリートメント塗って寝たりとするぐらいかな。カメムシ飛んでくるよ、やめてよ、超嫌や。好きなコスメ、好きなコスメはでも何周もぐる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 回った結果、ルナソルのアイシャドウがやっぱ一番定番で使いやすいなって思ったのと、あとシャネルのピンクの化粧下地はもう鬼リピートしてます。あのまあプチプラコスメじゃないからお値段はちょっと高くなるけど、でもめちゃくちゃ少量で超伸びるからめちゃくちゃおすすめです。おすすめのトリートメントはロレアルパリのやつがすごいいいです。増税前は何も買ってない。リップレブランリップ。プチプラコスメで好きなの？でもロレアルパリのリップとかめっちゃ好きです。これ何番？651番。でもこれ店頭に売ってないね。もうこんだけしかない。店舗に売ってない。これネットでしかもう売ってないと思う。ネットならあると思う。めっちゃいい。レノもこれもう一本買おうと思ってる。ファンデーション何使う？ファンデーションはボビーブラウンのワンで使ってる。口紅って値段によって何が違うと思います？
そうやな。正直プチプラコスメのリップで全然レナはいいと思う人。うん。でもデパコスのコスメはやっぱり持ってるとなんか可愛いなって思うし、やっぱり発色がすごい、ディオールとかシャネルのリップってやっぱ発色がすごいいいから、ライブとかにはすごい向いてるしいいなって思う。651番のでもこのロレアルパリのリップは発色もいいし、全然プチプラ感ないですね。クリームチークとパウダーチークどっち使う？レナは絶対パウダーです。クリームチークはあんま好きじゃないから使わないかな。赤リップはねいいですよね。赤リップ好きですよ、めっちゃ。赤リップのブラウンのカラー欲しい。メイク配信ねしたいけど、もうメイクしてるから今。眉毛見せて。こんな感じ、眉毛最近整えたからめっちゃ綺麗今。眉毛は山はなくして結構平行な眉毛。眉毛サロン行ってないですよ、レナ自分で整える派。前髪伸ばす予定ない。アイブロウは何使ってたっけレナ。セザンヌのペンシル使ってます。顔剃り、顔ね毛生えないんですよね。細眉嫌いとかじゃないけど、太眉の方が好きレナは。セザンヌいいですよね、セザンヌ好き。もうそろそろ1時間もうちょっと。レナップのショールも楽しい、ほんま。化粧の質問とか見ると改めて女性ファン多いね。ね、嬉しい本当に。セザンヌっていいのにパッケージパッケージ、眉毛生えてこない。育毛剤とか使えば生えてくるんじゃない。眉毛はまつ毛美容液で生えてきますよ。レナずっとこの眉頭がなんかもともと生えなくて、でも毛が欲しくてこの眉頭にまつ毛の美容液とか塗ってたら生えてきましたよ。だからおすすめかも。まつげ美容液は何使ってたっけレナ。リバイタラッシュっていうやつ使ってたんですけど、それはほんまにやばいぐらい伸びるから、伸びすぎたみたいになるぐらい伸びるんですよ、リバイタラッシュっていうのは。でも今はスカルプ D 使ってます。色素沈着するんですよリバイタラッシュは。やから嫌やなと思って伸びるけどやめました、色素沈着しちゃうから。スカルプ D はしないからすごい、あと伸びるし時間かかるけど。下地のおすすめはデパコスだから少し高くなるんですけど、シャネルのピンクロゼっていう色のやつはほんまにおすすめ。下地でも少量で顔めっちゃ伸びるから、その何使う量の比率にしたらめっちゃいいですよ。マリカ始めた、マリオカートアプリのやってますよ。もう俺超やってるもん。チークはどこの使ってますか。チークは、はあ、何やったっけな、キャンメイクのチーク使ってます。キャンメイクのめっちゃ昔に買った薄いピンク使ってる。マリカーのキャラ何が好き？マリカーのキャラはレナ絶対ピーチ姫。
マリカレナピョン強い？いやマリカめちゃめちゃ強いレナ。今ランキング1位やでレナ。マリカレナ1位やから。レナちゃんのメイク道具まとめて真似したい。割とレナさ紹介してるからお揃いにしましょう。わなこのたこ焼き美味しいねー。マジで美味しい。マリカはめっちゃ面白いですよ。対戦したいね。みんなと対戦したい。勝つ自信しかない。涙袋とまぶたのシャドウの色一緒？一緒。昔は涙袋にすっごいキラキラとか塗ってたけど、最近あんまキラキラメイクが好きじゃなくて、ラメなしのシャドウ、ラメなしの濃いラメなしとかを使いながらやってるから、最近は涙袋もキラキラにしてない。麻雀はたまにやってますよ。マリカの時アイテムーンある？アイテムーン？いや、ない時はない。ある時めっちゃある。そろそろ終わろっかな。1時間なので、なんかめっちゃ見てくれてる方多いですね。嬉しい。ありがとうございます皆さん。それでは改めまして急に改める。はい、10月25日に ZEP ナンバーにて川上玲奈卒業コンサートが行われます。詳細の方はですね、あのネットの方に多分今後ね出されると思うので、皆さんそちらの方、レナツイッターでリツイートとかもするので、ぜひそちらの方チェックしてください。皆さんぜひ会いに来てくださいね、絶対。そして NMB の最終稼働日が10月30日 NMB48 シアターにて誰かのために公演でラストを迎えます。そして握手会は10月27日が最終握手会の日になりますので、皆さんぜひ会いに来てください。皆さん本当にありがとうございます。それでは早速ランキングの方を読んでいきたいと思います。13位バタコさん、12位かおりさん、11位あついぬぴょん、9位たくちゃん、9位ポルテさん、8位小鳥さん、7位マッさん、6位かなえちゃん、5位黒豚さん、4位ブラックアイランドさん、3位福ちゃん、リースミスさん、そして1位はナオトくんでした。皆さんいっぱいいっぱい見に来てくれてありがとうございます。本当にねすごい幸せです。あ、これタワーですか？タワーが立ってます。これはナオトくん？誰だろう？見えん。ナオトくん、え、タワー日本？ナオトくんと福ちゃん、じゃあナオトくんと福ちゃんにタワーが立ってるということで魔法をかけたいと思います。せーの、うどーんつるつるピカーン。わー、福ちゃんが大福うどんになっちゃった。そしてせーの、うどーんつるつるピカーン。わー、ナオトくんがうどんの国のうどんになっちゃった。そしてもう一方、スミスさん、うどーんつるつるピカーン。わー、スミスさんがイカスミうどんになっちゃった。わーやば、笑った。皆さん本当にタワー3本と約6000人の方が見に来てくれて本当に嬉しかったです。皆さんありがとうございました。今日もすごい楽しかったです。嬉しい。みんな10月25日川上の卒業コンサートお会いしましょう。それではさらばだ、バイバーイ。またね、みんな大好きだよ。スクショタイム。
イエーイ、ありがとうございました。グッバイ。バイバイ。